はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。12月は8日の金曜日でございますね。はい、千代田区16度、この部屋は19度ですね。11時過ぎでございまして、ポカポカとした陽気でございまして、小春日和ですね。いやー、インディアン様です。普通11月なんですけどね、ちょっと今年は遅いんちゃうか、別に遅ってもいいけども、これ一番こういい感じの時ですね。まあもうちょっと前が良かったのかな。でも、まあまあちょっと暑くもなく寒くもなくというところでございまして、今日日経平均は下がっております。なんとね、ドル円が143で、一時141台いったっていうんですよ。ほんまっていう感じですね。日経平均はマイナス560ですね、32,338。円高になってますから、自動車株が売られてるそうでございます。なんで円高になってるのかっていうと、ようわかりませんけども、日銀の総裁がね、植田さん、年末から年始チャレンジングやって言ってるんですよ。あのおっさん、もしかして年末のこの18、19が政策会合あるんですけど、その時にもしかして金利上げるところですかね。いや、上田さんになってから漏れるんですよ。日銀のそのあれが、政策が。まだ早いんですけどね、10日前ですんで、10日11日前で、漏れるにしては早いんですけど、の割にはですね、上がってるやんと、143。あ、もしかしたらほんまに上げるんですかね。今でもね、GDP 速報値第2も出ましたけど、年間 2. いくつのマイナスでしょ。あかんやんっていう感じですね。で、こんな時にお前利上げすんのかって世界ですけど、いや、やるかもわかりませんよね。あいつら、あいつらっていうか、2.2% 減でしょ、GDP が。まあ、ええねんけど。で、全然関係ない話でございまして、本題は。これは今日の朝の6時30分に出たザクザクの記事です。習主席、メンツ丸つぶれ。G7 唯一の参加国イタリア離脱で一帯一路ズタズタ、米格付けも安定的からネガティブに下落ということで、まあ別に目新しい事実はないですけど、タイトルが面白かったんで読もうかなという感じですね。イタリア政府が中国の巨大経済圏構想一帯一路から離脱を通知したと報じられた。イタリアは先進7カ国 G7 で唯一参加していたが、中国の専制主義への警戒に加え、経済的な恩恵が乏しいとの不満も強く、ジョルジョメローニ首相が離脱を示唆していた。習近平国家主席肝入りの10年越しの事業だが、融資の焦げ付きは11兆円以上とされ、現代版シルクロードはズタズタだ。国内経済も不動産バブル崩壊で低迷が続き、米大手格付け会社も格付け見通しを引き下げるなど、西側諸国は脱中国の姿勢を強めている。6日のイタリア主要紙、コリエレ・テラ・セラ、よくわからん、電子版によると、イタリア政府は3日前に文書で中国側に通知した友好関係の維持を確認した上で、両国政府の合意で正式、公式発表は行われないことになったという。イタリアは2019年3月、当時のコンテ政権が経済回復を狙って一帯一路に加わった。だが貿易赤字は逆に拡大。新型コロナウイルス化の影響もあり、中国からの投資も停滞した。メローニ首相は高騰し、9月、インドで、中国の李強首相と会談した際、一帯一路から離脱する方針を非公式に伝えたとされていたと。もうちょっとありますね。中国側は一帯一路に参加した過去約5年間で、イタリアの対中輸出は約 30% 増えたと主張し、引き止めに躍起だったが、イタリア産業総連盟の報道担当者は、参加していない国の方が利益を得ていると離脱を支持していた。別に参加したから何があったんでしょうね。よう分かりませんけど。
中国から中央アジア欧州に続く シルクロード経済ベルト一帯と東南アジアインドアラビア半島欧州に続く21世紀の海上シルクロード一路で構成する一帯一路は習主席は2013年秋に提唱したかつてのシルクロードで欧州側の起点がローマだったとされイタリアの参加は構想にお墨付きを与える象徴的な意味もあった。イタリアの離脱は G7 に見放されたことも意味し習主席のメンツが潰された形だ。そうですね、メンツを大事にする国でございますからね、イタリアの離脱は痛いでしょう。投資額は1兆ドル約147兆円規模を超えるとされる一帯一路だが発展途上国などが過剰な融資で借金付けとなる債務の罠が問題視されていると。米調査会社ロジウムグループの調査では20年以降中国の対外債務の焦げ付きは780億ドル約11兆円以上になると推計した。もっとあるんちゃいますかね。そんなんで聞かないんでしょ。一帯一路ほぼ全部不良債権でしょだって何やってるかようわからんやあれほんまに。あの中国資本でねインフラ開発してもね別にそれがですねあの中国のためになるかどうかってわからへんやん。まあいいか。続きまして、一方米格付け会社ムーディーズインベスターズサービスは中国の信用格付けを見通しを安定的からネガティブに引き下げた。中国に対する長期格付けは上から5番目の A1 かなで据え置いたが当面低調な経済成長は続くと見られる。いいか。最後中国に詳しい評論家の関平氏は中国は輸出もマイナス成長で国内市場は崩壊している最中だ。資金力が細れば金の切れ目は円の切れ目となり離脱が世界の潮流となる可能性もあるとの見方を示すと。まあ以下そんな感じでございますね。はい、1ページ目は貼っておきましょう。中国ね急激に経済発展してですねお金の使い方がよう分かってないですね。人間でもそうでしょう。急にお金儲けた人ってねお金の使い方分からんでしょう。で大体何するかというとですね男なら女に走るわけですね。女性は何するんでしょうね。ホストに走らなければブランド物を買う、家買う家買うのは健全ですけどね。まあ大体男は大体あれですね女性に走りますね。夜の街に繰り出すようになりますし、みんなやること一緒です。国の場合は何なんでしょうね。金ばらまいて偉そうにするっていうまあ基本構造は変わらん、ですね途上国に偉そうにするという。まあそれをやらかして失敗したというのが今の中国でしょうね。本当お金の使い方分かってないんで使えないインフラをいっぱい作ってるわけですよね。で莫大なこう不良債権を生み出して結局回収できない。途上国相手に金貸しても回収できませんからね。でそのインフラ取り上げてですね世界中から品種買ってるというアホやんっていうことですね。ところが最近そのねもうあれがないんですよ。お金がないんですよ。だからですね大盤振る舞いができなくなってるんですね。だから一帯一路といってももともとなんかわけわからん政策でしょう。それを推し進めて失敗こいででみんなにそっぽ向かれてでズタズタになってるというのが現状でして何をやってるかよくわかりませんよね。まあアホなところにお金を使いましたね。で結局なんていうか変な不良債権の山だけが残ったということです。はっきりも今の中国ってねもう衰退の軌道なんですよ。もうそこをひた走ってるという感じでございました。これをね押し戻そうとするのはなかなか難しいですよ。でイタリアにそっぽ向かれてですねまあメンツ丸つぶれとはこのことですね。メンツを何よりも大事にするのにですねそのメンツがまあでもねこれね自分で潰しにっていうようなもんですよ一帯一路って、なんでまあ自業自得なんですけどまあまあ中国にしたらですね腹立たしいでしょうね。だからきっとイタリアになんか意地悪仕返すんですけどもネタがないんじゃないですかねまあまあいいですけど
はい、ということでこのザクザクのですね1ページ目を一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。